デリー級駆逐艦は、インド海軍の駆逐艦の艦級。インド海軍での計画番号は15型。設計にあたっては、ロシアのセベルの家設計局が協力しており、基本構成は、ソビエト連邦から輸入して運用していた 61ME 型をもとに船体を延長するとともに、ゴーダーバリ急フリゲートの開発で得られた知見を反映したものとなっている。安定化装置として、 非収納式のフィンスタビライザーを装備している。高換性に配慮して、船体は6つの区画から構成され、それぞれ独立した動力、通信システムを備えている。また、NBC 兵器に対する防御措置も講じられており、海水による洗浄システムを有する。2番艦以降では、電子機器のオーバーヒート防止のため、空調能力が強化された。 ウクライナ製の DT-59、ガスタービンエンジン4機によるコガーグ方式となっており、減速機なども含めたシステムとして M36E と称される。デリーの海上コンでは、機関出力64000馬力、前進速力32ノット、後進速力13ノットを記録した。なお、アメリカ海軍協会ではコドック機関を搭載している。可能性も示唆している。 なお、機関配置を反映して煙突は、前後2本に分離されており、全部煙突は、左煙、後部煙突は右煙に寄せられている。戦術情報処理装置としては、バラと射精の光を搭載するとされる。これは、イタリアの SN 射精 IP-10 の派生型で、あり、同時に1に目標を追尾して、そのうち6目標に対処可能とされる。また、本級では、全艦に、 機関設備が備えられている。主センサーとしては、3次元式のフレガート前、または、フレガート M2 が搭載された。また、これを保管する長距離捜索用の2次元レーダーとして、ゴーダーバリ級フリゲートと同様にバーラとロール0にも搭載された。艦隊艦ミサイルの測定も兼ねて、ガルプン対水上捜索レーダーも搭載されている。ソナーとしては、 国産のハンバドあるいはフランス製の TSM-2633 スフェリオンのライセンス生産機が搭載されていると言われている。また2番艦では船底装備ソナーをハンスサに更新するとともにアタス栄光ソナーを追加装備したという説もある。電波探知装置として搭載されたアジャンタはエレクトロニカ社の INS-3 の派生型と言われている。 防空システムは、当初は、ロシア海軍の九百五十六型艦隊水雷艇と、ほぼ同構成とされており、艦隊防空用として3 k ウラガン艦隊防空ミサイルシステム、近接防空用として、AK、a k 六百三十 c i w s を、搭載していた。ウラガンシステムの配置もソブレメンの EQ とほぼ、同様で、艦の前後に三 s 九十炭素発射機を、 1> 各1機備え、6機の OP-3、下記完成レーダーの指揮を受ける。AK-630 ガトリング砲は、当初、両弦に、各2機、合計で4機を搭載し、それぞれ2機の MR-123 から例に、完成用レーダーにより完成されていた。その後、2003年から2006年にかけて、4機の AK-630 のうち2機を、 バラク1個間防空ミサイルの VLS と乾燥する回収が行われており、これと合わせて、下記完成レーダーも2機を MR-123 から02から L、M-2221STGR へ乾燥している。艦隊艦ミサイルとしては、当初は超音速の 3M80、モスキートの搭載を検討したものの、これは断念された。 大型のブラストデフレクターはその名残であると言われている。結局、より小型軽量の 3M24E 艦対艦ミサイルが採用され、KT-1844 連装発射機4機が搭載された。これは、インド海軍にとっては、本級が初度装備であり、その後、ブラマプトラ級フリゲートやコーラ級コルベットなどにも搭載されている。対戦兵器としては、 ブマイナス6000対戦迫撃砲2機を環境前に装備している。また、全部煙突直後に搭載された 533mm 口径の5連装魚雷発射艦は対戦用のセットマイナス 65E と対艦用の53から65のいずれも使用できる。ムンバイ艦上のシーキングヘリコプター戦隊後部のヘリコプター艦板には着艦高速装置として ハープングリッドシステムを備える。紹介ヘリコプターはシーキングヘリコプターまたは HAL ドゥルーブを2機搭載する。ありがとうございます。